焼肉なんか行くと店の牛タンが全部終わったって60人目か70人目から食ってで、すいません、あの今日牛タン終わりましたって70人目でもおかしい。僕はそういうのないっすよ。酒ではあるけどね、酒なくなりましたって言って今帰ってきますからすいませんって言われたことある。それがやばいじゃないですか。そっちの方がやばいっすよ。ガマルチョバ元小結びのガガマルです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回も引き続きまして素敵なゲスト、はい、東龍さんです。ありがとうございます。いや前回もびっくりするほど面白い話、はい、聞きまして、はい、引き続きですね、まあ、僕の話は誰も聞いてない聞いてます。でも自分用に結構うまく、はい、どこ入らないといけないなと思ってそう、はい、はい、ちょっとびっくりトークをね聞いていきたいなと思ってるんですが、はい、一発目は飲み会編。飲み会編、お酒とかすごいんだろうなと思ったんで、まあ、東龍さんから見た飲み会のびっくり話などあれば。でもあんまりいるじゃないですか、もう。あそうですね、そうですね、ガガちゃんもむちゃくちゃ飲む。やっと話せるか、僕もやっと話せるか、前回は話してくれなかったから。でも彼あんまり酒飲まない、好きではないし、飲むすけど強くはないですよ。まあ、潰される方多いですかね。自分で飲みたいって思う時あるんですか。誘われてみんなでワイワイするのが行くんですけど、自分からこうやってよし今日飲むぞみたいのがあんまりないですかね。でも僕はありがたくモンゴル人といろんな飲み会誘われていただいていくんですけど、もう飲み方半端じゃないからね。乾杯したら、まあうちもそうなんですけど、最後まで飲まないといけないです。あ、一気で飲まないといけないんで、僕はもういろんな人のところでいて、もう乾杯乾杯乾杯する、もう30分で潰れてるんですよ、もう倒れて。白鵬さんもたくさん飲まれたんですよね。強かったですね、白鵬さんは。超強かったですので、白鵬さんすごいなのは、酒飲んでも次の日普通に普段通り稽古するし、普段より多めに汗かくから、僕は次の日にさすがに白鵬さんいると稽古降りないことはいかないからそれはしなかったけどで、白鵬さんのスペシャルで、白鵬スペシャル、スペシャル酒があって、はい、ウイスキーとオレンジの100%ビールでいろいろでっかいバケツに入れて、はい、飲み物としてはもうカクテルなんですけど、カクテル言いながら酒が多いからもう飲みながら死んでいきます、はい、飲みながらもう、ね、俺も何回かあるんで、それある何回かあるんで白鵬さんの飲み会でシャンパン入れるバケツあるじゃないですか、はいはいはい、でこれボーンってしてそのままあれシャンパンのバケツで渡されてこれ一気飲みしたら10万あげるって言ってお客さんが言って、はい、しました。シャンパンバケツ一気飲みしたんですか。はい、一気飲み休まずにポーって飲んで置いたら10万くれたっす。いやいや、皆さんその稽古もあってそんなに飲まし合わなくてもゆっくり喋りながら自分のペースで飲もうよとはならないんですか。やっぱ飲め飲めってなるんですか。モンゴルの方はならないんですね。モンゴルの人たちはだってもう乾杯したら全部こうだから、こうなんで怖いんですよね、それは。モンゴルの方はそのウォッカをガンガンいっぱい飲まれる。ウォッカってもともとロシアからモンゴルに入ってきたん、はい、ルーツがロシアから入ってきてるんで、モンゴルってもともとウォッカがないんですよね。酒は何があるんですか、モンゴルの酒。本当モンゴルの本当の酒って言ったらもうあの本当に日本酒みたいなやつなんですよ。モンゴルの料理は結構あるんですよ。錦糸町とか、錦糸町とかあるんですよ。両国にもありますよね、はい。羊の肉が多いですか。そうでもない。まあ羊と牛が一番多いですね。多いですか。いや今でもやっぱモンゴルの料理食べたいなとか思いますか。奥さんモンゴルなんで、だからもう家で食べるからですね。多いですよね。もうそうです、ね、全然。肉入ってる料理あるじゃないですか。あれ坊主ね。あれはマジです。なんで肉まんみたいような形して、で肉が中に入ってスープも入って、ちょっとジョージアにもあるんですよ、そういうヒンカリって言うんですけど、ジョージア語でちょっと言葉が違くて、でそういう料理がモンゴルの料理あって、もう本当に最高で、僕あれ二日酔いであれスープとか超最高で、力士の方が今やってるんですよ、錦糸町で。あと両国でもやってるんですけど、でそこで取りに行きますからお願いできますかって言っていいよって言って、モンゴル料理最高っすよ、美味しいですよ、はい、まあやっぱり飲み方は良くないですけどいやあの量がおかしいからいや量がおかしい、量がマジでおかしいっすよ続いてあのびっくり大食い力士
で思い浮かべる人います？多分ご自身もめちゃくちゃ食べられたと思うんですけど、多分一般人よりは多いかもしれないですけど、多分本当に弱かった、ガガさんとか、あとうちの部屋の藤東さんとか、藤東さん、そうなんです、藤東さんと一緒に大いに出たことありますよ、うん、僕、藤安マンさんに負けた。負けたんですか？負けたですよ。もう藤安マンさんってものすごく僕は大好きの先輩なんです。向こう僕より先輩なんですけど、はい、すっごく立派な方で、人気の10トップ当たらないといけないです。はい、ああ、帰れません。メニュー、メニューで。あ、メニューね。そう、10トップは当たらないといけないで、はい、で、お相撲さんと芸能、あのギャルソネとか。ギャルソネさんとか。ああ、大分県の方。もう、で、5連勝したんですよ。これお腹空いたまま帰れるかなと思って喜んだら夜中1時まで食って でそういう時にいるのは天宝石今の、お島親方と豊ノ島さんと僕と青山さんと藤安さんで、僕と藤安さんと青山さんはまあ同じ年齢で、言えないじゃないですか、食べてくださいとか言えないですよ、先輩だからもうお前が食えって感じだから言われてるから言えないですよ、何も頼むと3本出てくるんですよ、もう出てきた3本は1個ずつお肌渡したんですけど、僕は普通に死んで、でガガちゃんでも負けた負けたっすよ、青山さんももうダメで、藤安さんは3本は1人で食ってたっすよ、こうやってもうすごいなと思って、藤安さんが18か19個食べた、あ、そうです、そういう時に飯食ったっすよ、藤安さん、はい、飯食ってからの食ってたっすよ、それ旅行始まったっすよ、そうです、ご飯食ってたっすよ、普段ご飯食べに行っても藤安さんはずっと食べるんですか？いや、めっちゃ食うっすよ、焼肉なんか行くと店の牛タンが全部終わったって60面か70面ぐらい食ってで、すいません、あの今日牛タン終わりました70人ぐらいでもおかしい、僕はそういうのないっすよ、酒ではあるけどね、酒なくなりましたって言って今買ってきますからすいませんって言われたことは、それがやばいじゃないですか、そっちの方がやばいっすよ僕はもう本当に食べてた時にマクドナルドで1万2000円とか一人でで、俺と土地主入って2万5000円かかったっすよ、マクドナルドで100円ですよ、100円ですよ昔、若い衆と一緒にすき家で頼んで食べやってて、はいって言って、で、俺もだから、まあ大盛り2回ぐらいで俺お腹いっぱいになるじゃないですかそしたら、月人が頼んで食べてたんですよ、食べて終わって、じゃ支払いって言ったら2万円ぐらい渡したんですけど、お釣りなかった、お釣りがチャリチャリって言って、とか言って、どんだけ頼んでた、すき家で2万をこうやってチャリチャリってお釣りでこうやって、嘘やろとか言って、そんな感じです、だから何人連れてったんですか？3人ぐらいですよ3人で1人で7000円そうそうそう、自分が食べたとしてもまあ大盛りとか、まあ、2000円ぐらい かかったんでしょうけど、そうですね、でもう1人はね、多分そんぐらい食べて、あと2人が若かったんですね、本当に若いと食べるから、若いと本当に食べる、自分話聞いたんですけど、あの九州で貝玉10何個食ったと本当に14玉朝帰りでね、僕はラーメン屋さんに入ったら、うん、貝玉10円のラーメン屋さんあるじゃないですか、博多で、で貝玉10円のラーメン屋さんあって、でそこで12玉が誰が食べてて、あれ絶対超えるわと思ってもうガーンって食ったら14玉で、今まで記録破れてないですでもそれはあれでしょ、お腹減ってからじゃなしに夜通し飲んだ、ほんで朝帰りでラーメン食べようと思って、はい、で入ったその流れで稽古したんですか？あ、そのままの稽古行ったんです、はい、自分の買い玉なんか2つぐらいしか食べたことないです、2つ3つ頑張って、まあ、それは人間じゃ人間じゃないですか自分が連れてきたのは横綱朝白関なんですね、で挨拶行かなきゃいけない、怖くてですね対面かかって、まあ付き人やってるし、見ながらこうして今だっつってみたいな、挨拶うーっつったら、お前それで挨拶するんかって言われて、それついて挨拶するわって言われて怒られて、そしたら関取呼んでこいって言われて